こんにちは、あの、プライドのプっていう風にタイトルつけましたけども、私ね、プライドっていう言葉ほど安っぽいプライドのない言葉はないと思ってるんですよ。だから、自分自身ではプライドっていうことをね、どうしても受け入れられなかったんですよね。でも世の中には、まあ、プライドを大事にしている人もいるんですよね。まあね、俺にはプラ,俺のプライドがあるとか言いますけども、うん、まあ、どんなもんやと思いますよね。それほどの 大人物なんですかと思っちゃいますけどもまあ思いはそれぞれなんでいいでしょうで今回ね逆説的なことを言います私はですねやっぱりこう負けず嫌いっていうプライドは持ってると思うんですよ結局はプライドっていうと変な言葉になっちゃいますけど私の嫌いな言葉なんですけども負けず嫌いっていうとしっくりくるんですよねこんなやつに負けてたまるかみたいなね負けたら恥ずかしいよみたいな思いがあるんですようんだからね子供にも 彼女にもあの俺が彼氏であってよかったろとかね俺が父じゃんだってよかったろっていう風に思わせたいっていう負けず嫌いな気持ちがありますよそよりもうちの方がいいだろうみたいな感じですよねまあその私なりの負けず嫌いっていうプライドは多分今ここまで私を支えてくれてるんじゃないかなと思うんですよあのいわゆるね顔で笑って腹で泣くっていうのも本心で痛いのを隠して 笑顔で大丈夫だよっていうのも、まあ、一つのプライドで負けず嫌いだと思うんですよ。江戸っ子魂みたいなね。だから、片っぽではそういうのも大事にしたいと思うんですよ。負けてヘラヘラするようなことは私はないですね。負けたらやっぱ悔しいし、涙も出ますよ、それは。そのぐらい負けたくないわけですよ。何に関しても。だからこの動画のリレーっていうのも負けたくないしね。それから、吉谷さんが、像っていう話をしましたけども、対象,象、像ね。いや、これ本当にそうだなと思いました。 あのよりでかいものに対して負けてたまるかって私は向かっていきたいんですよだから私の戦う相手ってのは小さきものには刃を向けないかな拳を向けないかなってところがありますだから負けるかもしれないなと思っている人に対してだけ私は全力で向かっていきますんでやっぱ吉谷さんとかはそういう意味で言うと私がね向かっていきたい人ではあるんですよこの動画のリレーもそうですしねよしこれで勝っただろうとかね負けてねえだろうって思いたいわけですよいろんな意味で。 だから逆にそう思うってことは、押されてるなと思ってるんですよ、私はね。あの別にね、圧倒的に勝ちそうな人に対して私はしつこくしつこく戦いを挑むつもりはないですから。それこそそそんなプライドはいらないわけですよ。ウサギを倒すのにライオンは全力を尽くす。そもそもウサギと戦うなよって話ですよ、私に言わせれば。ライオンが戦うべきはね、もうあれですよ、シューマッハみたいなね、F1 とかだったりね。 ぶち当たったたっら即死するんじゃなないいかみたいなね特急鉄道とかねいやそういった戦い私はしたいですねで負けず嫌いなんで正面衝突しても笑顔で立ち上がってね鼻血出してるみたいなところが私的にかっこいいなと思ってますけどねこれからもね難しいと思えば思うほど燃えてくる人間でいたいと思いますそれでは